草本。草本とは、一般に草と呼ばれる、植物の生活の型の一つである。草本とは、木本に対応する概念で、木にならない植物を指す。すなわち、樹木のように大きくならず、太く硬い幹を持たない植物である。より具体的な定義は、茎の構造の違いに求められる。樹木は、幹の周囲にある分裂組織。 形成層で内側に銅管を主体とする木部を形成し、これが材を形る。しる。従って草とはそれを行わない植物に意外とする。層使用植物では茎の内部の周辺域に内側に銅管、外側に芝管の配置する遺ん束が並ぶ。木元ではこの銅管と芝管の間に形成層が入り、内側に銅管を作ってゆくが、草では 形成層がないか、またはあまり発達しない。茎は、多少硬くなるものもあるが木質化わせず、長さは成長してもあまり太らない。そのような特徴を持つものが層本である。だが実際には、木元と層本の境界はそれほど明確だとは限らない。例えば竹は、形成層を持たず、茎の太さも木元のような成長は行わないが、木質化するので、木元と考える場合がある。 高山植物のツク桜や岩梅などは形成層を持ち、茎も木質化するが、ごくが低く太くなるのも遅いため、層にしか見えないものが多い。これらの植物は場合によって木と木草とも扱われる。一方、バナナや熱帯に生育する生姜科の植物には、背丈が数メートルを超えるようなものもあるが、これらの茎の構造は明らかに総本である。熱帯雨林では、 その高さでも樹木の下映えになる。草は体が小さく寿命を向きに比べて短い。種子が芽生え、成長し花をつけ、種子を形成するのが植物の生活の一つのまとまりになる。一年以内にそれを終えて枯れるものを一年草という。冬の前に芽生え、春に成長して秋までに結実すれば二年にまたがるので二年草という。 こともあるが、実質的には一年草である。また、一年目に発芽し、二年目に葉を広げ、三年目に花を咲かせて枯れるものもある。さらに極端なものでは、流絶乱のように、数十年かけて成長し、花を咲かせると枯れるものがある。これらは、数と仕草とも言われる。複数年にわたって生育し、何度も種子をつけるものを多年草という。 冬に地上部が枯れるものを特に宿根草ということもある。どちらかといえば、園芸関係で使われることが多い。小さな木の枝のような姿の草もあるが、それとは異なった姿の植物も数多い。茎が地中や地表にあって短いものは葉だけが地上に伸びる。このような地面際から出る葉を根室葉という。根室葉が地表に放射状に広がるものを ロゼットと呼ぶ、霊、タンポポ。成長するに従って、根室葉を失うものもあり、その場合、根室葉と形容の形が違って、随分印象が変わるものがある。地中に茎を発達させる草も多い。球根や地下茎などと呼ばれるが、様々な形のものがある。陶器に地上部が枯れ、地下部の実が残るものは、寒い地域に多い。 地表を這うものでは、茎の節から根を出し、次第に伸びて行くと、古い茎から枯れて、次第に移動して行く場合もある。陸上植物の進化を考えた場合、最初に陸上に進出したものは、双本の形であったと見るのが当然であり、そこから次第に、丈夫な茎を持つ木元の形が進化したと考えられる。シダ植物には草であるものが多い。これは、 幹の構造の発達が不十分であるのが大きな理由であろう。ちなみに、化石のシダ類には樹木のような大型のものも多い。裸子植物はすべて木本である。皮脂植物は木本と草本が入り混じるが、一般に草本は木本から進化してきたと考えられる。単子葉植物はほとんどが草である。したがって、現在の主な草本は木本に進化したものから、 改めて双本の形を取るように進化したものと見るべきである。植物は光合成を行う。地上における光は太陽から来るので光は常に上から来る。従って背が高いものは背が低いものより絶対的に有利である。にもかかわらず草として生活する植物の種類は樹木より多い。双本は背が高くなれないがその代わりに 生活の融通が効くのが利点である。植物体が小さい代わりに生活時間が短く、一年層は一年以内に世代を終えることができる。それによって、格乱を受け、開いた場があれば素早く侵入し、世代を繰り返す。一般に植物群落の繊維では、まず草が生えて、それから木が侵入して森林へという順番が見られる。したがって、 断続的に格乱が行われる条件下では、草本が長期にわたって優先する。つまり、草原の状態が長く続く場合もある。雑草も、その一例であり、そのような環境には、樹木は侵入し難い。大きな樹木の成長した森林では、樹木の下の空間を利用する。あるいは、着生植物として樹上に進出し、鶴植物として生い上がる。 つまり、より小型の体を生かして、樹木の作る多様な足場を利用するようになっている。また、樹木の成立しにくい環境にも双方は生活する。極端に乾燥が厳しく、雨の降る時期以外には生き延びるのが困難な場所でも、種子で休眠すればやり過ごせるし、条件の良い時期に一気に成長して、種子をつけることができる。樹木では、一年で種子を作るというのは、まずない。 乾燥や寒さが厳しく森林が成立する限界以上のところでは草原が成立することが多い。大陸中央の乾燥地帯などでは稲荷を中心とする草原が広がる。また、渓流周辺は時に増水して流されるため樹木は育ちにくいが渓流植物という一群の草本を中心とした植物がある。生殖においては株分かれや捕虜系などによって 無償生殖を行うものが多い。横に広がって数を増やすものは野外では小さなコロニーを形成するものが多い。そのような場合、一つのコロニーは単一の種子に由来するクローンとみなせる。光合成で得た栄養からどれだけの種子を作るか、あるいはどれだけを無償生殖に配分するかといった問題は植物の生活戦略の研究課題である。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。